ということでですね、それでは、栄えある第1位の動画に、移りたいと思います。第1位の動画はですね、これに関しては、この、順位に変動がなかったみたいですね。この、最新の、視聴回数でも第1位を、記録いたしました。この動画でございます。タイトルは、このようになっておりますね。国道252号線大白川から先冬季通行止めの理由と大白川界隈の様子ということでございましてですね、この動画がまあ栄えある第1位に輝いたということでございます。でこの動画はですね、まあいわゆるですね、まあ前面車窓ですね、車からの前面車窓を、撮った、動画でございます。まあまあ真面目な動画ですね。まあおふざけものではありません。まあ至って真面目に撮った動画でございます。で、この動画の説明につきましてはですね、確か、第8位の方あたりでしたかね、越後湯沢ですね、新潟県の越後湯沢町から長岡、長岡市、長岡市から、この、魚沼市ですね、新潟県の、このいわゆる新潟県の中越地方を、大雪の中で、スタッドレスタイヤをですね、車に履かせて走り回ったという、まあ、動画がございましたが、まあその動画の続きのようなものです。というまあ、その動画とですね、まあ、一体になっているものでございます。で、まあ、分けて、まあ、たまたまアップしてたんですが、まあ、こちらの動画がですね、まあ、今回は、栄えある第1位と、まあ、いうことになりました。まあ、状況としましてはですね、まあ、いわゆるその、まあ、前にも申し上げましたが、3年前のですね、大雪のですね、まあ、時期ですね、特に北海道から、東北、上信越、北陸にかけてのこう日本海側を中心としたですね、まあ、大雪がまあかなり大雪で大変だった時期がございましたが、まあ、その時に、現地へ行って撮影した動画でございます。まあ、見どころはですね、この半端じゃない雪の量ですね。もうとにかくこの雪の量がすごいと。まあ家はもう完全にもう3分の2は埋まってしまってますですね。で当然のことながら車のその道路のと車の通る場所はまあ一応雪かきというかですね、まあ除雪ですね、ラッセルはされた状態であるんですが、この大白川というところからですね、先、国道252号線というのは、まあ、大白川は新潟県の端っこになるんですけれども、この大白川から先ですね、60里越えという、まあ、峠のようなところが、ございまして、あれ、60里だったかな。50里だったかちょっとすいません、記憶がはっきりしないんですが、まあ、そこを通過してですね、福島県、要するに新潟県と福島県の県境に近いあたりなんですね。でやはり新潟と福島の県境ということでですね、冬は相当のこの積雪に毎年なるわけですね。でなもので、この、そしてこの国道252号線はですね、そこを通って、福島県の只見というところへ抜けるんです。そのまま、そこから先、
会津方面へですね、まあ、最終的には行けるような福島県のですね会津地方へ抜ける、まあ、そういったルートでございます。まあ、そういったルートなんですが、ちょうどその、峠の部分はですね、やはりもう雪かきをするどころではないような状況になります。まあ、なるみたいでですね、まあ、陶器はもう通行止めにしてしまうみたいなんですね。まあ、あとあえて雪かきをしないというのは、まあ、おそらくその往来自体もですね、まあ、それほどの、まあ雪気はないんだろうと。まあ、冬季、まあ、冬は、まあ、通行止めに、これがですね、また交通量がもう多いということであれば、まあ、おそらく行政もですね、雪かきをしてですね、まあ、通年通行できるようにおそらくすると思うんですが、まあ、峠道になっているというのもあるのと、まあ、なので、まあ、決してその、まあ、走りやすい道ではないと。いうところですね、山道、山の峠道であるというところが1点と、まあ、交通量が極めて少ないと。新潟福島を抜ける場合、まあ、今はもう高速道路がございますのでね、あえてまあ下の道路道をまあ走っていく、まあ、物好きな方もそんなにはいないだろうと。まあ、マニア以外はですね、まあ、いうことで、まあ、冬季は閉鎖してしまっても、まあ経済活動等々ですね、まあ、支障はないだろうということで、まあ、そのようになっているようであります。で、その大白川のですね、から先、冬季通行止めという形になるんですが、ちょうどその通行止めの、理由というかですね、まあ、ちょっと走らせるとですね、あ、なるほど、これで通行止めなんだなと、そういう理由がよくわかる。まあ、といったそういう動画でございます。まあ実際には見ていただくのが一番分かりやすいと思いますので、早速ご覧に、なっていただければと思います。ちなみに、アナリティクスとしては、まあこのような状況になっております。まあ、動画自体はですね、まあ、ラブライブとか音楽ネタ と違ってですね、まあ、極めて地味なんですが、車窓風景だけが流れる動画ですからね。まあ、ただこの雪の量がとにかく半端じゃないので、地元の人にとってはですね、もう生活に関わる問題なんで、もううんざりだと思うんです。まあ現地の人も確かにそう言ってました。もう雪はうんざりだと、見るのも嫌だと、まあ、当然だと思いますね。まあ、私のようなですね、雪がほとんど、まあ、降らないような、まあ場所に住んでるものから見るとですね、まあ、この、まあ、景色は本当に圧巻の一言かなと、まあ、いうところでございます。それではご覧いただきましょう。ですね、まあ道路に積もってるこの雪の量だけでも半端じゃない雪なんですが、まあその両脇の壁ですね、この壁になってる雪の壁、これがまたすごいわけですね。そして
ここはこの場所というのはですね、この前の動画でありました、大白川の駅ですね、JR の只見線の大白川の駅からですね、おおよそ3分か5分ぐらい走ったところなんですが、ここで要は除雪が終わってるわけなんですよね。見事に除雪が終わっててですね、道路の先はですね、ものすごく高い雪の壁になっていると。まあこれじゃあですね、要するにこっから先に進みたくても進めないということで、まあ冬季通行止めの理由がこれですよと、まあそういうことを言いたかったわけでございます。そうですね、雪の中トンネルで掘って突き進むわけにはいきませんので、まあ必然的にもう走れないと、こっから先は。まあそういうことを言ってるわけでございます。ということでですね、先ほどのその雪の壁で遮断されたところが、まあ要はどん詰まりになっちゃってましたので、まあそこから先に行けなかったので、引き返してきて、この大白川の集落、大白川の界隈を、少し車をですね、まあ走らせて、まあ見た次第なのでございます。両脇のですね、雪の量がこれまた半端じゃないんですね。まあただスタッドレスタイヤですね、新調したばかりですので、まあばかりでしたので、非常にこのまあ走りがいがあったというのは確かなでございました。ここまでですね、まあ雪が降るというところが、まあなかなか世界中で見てもですね、まああまり例がないという、まあ状況でございますね。まあ世界でも有数の豪雪地帯ということでございます。まあこんな感じでですね、この大白川の界隈、まあをずっと走ってまあいるわけでございます。ちなみにこの、車のですね、にはカメラは積載しておりません。私がですね、ハンドルを握りながら右手にですね、ガラケーを持って、そのガラケーを動画の撮影モードにしてですね、まあ右手で持ちながら、運転しているという、まあ危ないというかですね、まあ、非常にまあ雪がしかも積もってる中でですね、なんちゅうことをしてるんだと、まあ いう部分もあるんですが、まあ幸い事故もなくですね、まあ無事に帰ってくることができました。まあガラケーの動画モードですんで、ちょっと画質がですね、あまり良くないのは、まあご了承いただければなという感じですね。まあこのような感じで、
動画は、進むわけであります。まあ山間部なもので、トンネルもまあ比較的多いですね。まあトンネルの中はまあ当然のことながら雪は全くありませんので、まあ普通にこう走っていくわけですね、トンネルの中。トンネルを出るとまたものすごいこの両脇に雪が積もってると、まあこういった状況でございました。まあ、でたまにまあ対向車なんかもすれ違うんですね。まあおそらく地元の方だと思うんですけれども、まあこのような、動画になっております。これが、この動画がまあ今回栄えある第1位ということになりました。ちなみにこの動画の再生回数は、1958回、まあ高評価1の低評価1ということで、まあ、非常にバランスの取れてる動画なのではないかと、思われます。いかがでしたでしょうか。